あ、こらちょっとあんた遅いじゃない。なんで私が来る前に来てないのよ。今日はこの乙姫様が竹豊を案内してあげるんだから感謝しなさい。まあいいわ、早速行くわよ。竹豊町は古くから鉄道と関係の深い町なの。それは竹豊線が愛知県で最初の鉄道として開通したからなの。かつての竹豊交易があった場所には直角二線式と呼ばれる貨車の方向を変える転車台が残されているわ。昭和2年に設置されたこの方式のものは全国で竹豊町だけに残されている貴重な文化遺産なんだから、もっとありがたがりなさい。竹豊町の特産品はたまり醤油と味噌よ。大豆と塩を長期熟成させた赤味噌やたまり醤油はこの地方の特徴よ。味も香りも最高だし、体にもいいんだから。醸造伝承館は昔の塩蔵を利用して醸造の歴史を紹介しているの。ちょっとちゃんと見てるの？え？この味噌でお味噌汁飲んでみたいって？いいわよ、なんとなく私も飲みたくなったから今度作ってあげる。別にあんたのために買ってるんじゃないんだからね。